安倍前総理の後援会が主催した桜を見る会の夕食会をめぐる問題を、野党側が衆議院予算委員会で追及しています。国会記者会館から竹部記者の中継です。はい。野党側はこの夕食会をめぐり、安倍前総理側が費用の一部を負担していた疑惑を取り上げ、当時官房長官として国会でこの問題を答弁した菅総理大臣の責任を追及しました。 総理に関わるさまざまな危機管理官房長官が知らなかったなんていう言い訳は通用しません菅総理自身この問題についての責任どう感じておられるのかお答えください私自身答弁をいたしております私自身も安倍前総理が国会において答弁された内容について総理に確認し答弁してきたところであります 立憲民主党の枝野代表の追及に対し菅総理はこのように述べ野党側が求めている安倍前総理の国会招致については国会が決めるべきだと述べましたきょうの審議では与党側が安倍前総理の国会招致を拒否したため開会が15分ほど遅れるなど一時紛糾しましたまた菅総理は新型コロナウイルス感染拡大に伴う観光支援事業 GoTo トラベルの一時停止について 感染拡大防止の予防措置として医療体制を守るために一部の地域で一時停止の方向を決定したと強調しました午後からの参議院の予算委員会でも野党側が菅総理に対し桜を見る会の夕食会をめぐる問題などを追及する方針です